サリドマイド、サリドマイド、とは、ヒバルビツール酸系の化合物で、催眠作用と、細域形成を持ち、抗多発性骨髄腫薬、ハンセン病の二型ら反応の治療薬としても知られる。世界では1957年に、コンテルガン、日本では睡眠薬イソミン、1958年、発売や、すぐ後の胃腸薬プロバンエムとして販売されたが、再起型が判明し、 世界規模の薬害サリドマイド化を引き起こし、日本では1962年9月に販売停止された。妊婦が服用した場合に、サリドマイド対画症の新生児が生まれたためである。1965年にはサリドマイドが来生、結節性交換に一時抑制効果が確かめられた。サリドマイド事件から四十年後の百九十八年、アメリカ食品医薬品局、 FDA は、大に対して、使用を承認した。また、1999年には多発性骨髄種、骨髄胃がんへの臨床試験が行われ、日本でも2008年サレドカプセルの商品名で、再承認された。日本では、使用にあたって、サリドマイド製剤安全管理手順の遵守が求められる。西ドイツのグルネンタール社が開発し、1957年に、 発売した。サリドマイドは一般名であり、化合物名は3、グルタルイミドである。水に溶けにくい針状結晶。無水フタル酸とアミノグルタルイミドの縮合反応により合成できる。分子の中に一箇所不正炭素を持ち、R 体と S 体の共造異性体が存在する。R 体は CAS 番号2614年6月4日、S 体は CAS 番号841から67から8市販のサリドマイドは、同量の R 体と S 体が混ざったらセミ体として合成される。現在の技術では、R 体と S 体の光学分割による分離および一方のみを選択的に合成する不正合成も可能である。1979年には、R 体が催眠作用のみを持ち、 S 体が再帰制だけを表すという報告がなされたが、1994年の報告は R 体のみを投与しても比較的速やかに半減期566分動物体内でラせみ化すると報している。サリドマイドの再帰形成メカニズムについては長い間謎に包まれてきた。2010年、ハンダーヒロシ、東京工業大学と小倉俊彦。 東北大学らにより、サリドマイドがプロテアーゼの一つを構成するというタンパク質と結合してその働きを阻害することが発見された。その結果、手足の成長を促すタンパク質解 GF8 が阻害されて、危険を引き起こすと考えられている。この発見により、サリドマイドの再帰形成及び癌などの病気への作用の解明や、 副作用のない類似薬開発の可能性が期待されている。サリドマイドは1957年に商品名、コンテルガン、カンターゲンとして市販され、日本では睡眠薬のイソミンとして1958年、初頭に発売された。その後、プロバンエームとして神経性胃炎の薬として妊婦にも調剤された。ところが、疫学調査、レンツ警告。 1961年11月。ただしこの報告は、疫学的因果関係のみでメカニズムは未解明から1000点以上、サリドマイドタイガ症や胎児死亡といった再帰制と因果関係があるされ、日本では1962年9月に販売停止と回収が行われた。西ドイツでは幼児用の睡眠薬として市販されていたため、特に被害が大きかったとされる。 また、日本では市販睡眠薬以外に、妊婦のつわりの症状改善のために、サリドマイドが調剤されたことなどから、大きな社会不安を引き起こした。全世界での被害者は、約3900人、30%が死産だとされて、いるので総数はおよそ5800人とされている。サリドマイド事件は、1962年のアメリカの食品、医薬品、 化粧品法の改正につながり、医薬品の承認において、適切で十分に制御された2回の試験にて、有効性を示すことが必要となった。これを受けて、日本でも1967年に同様に、改正される。また、サリドマイドでは安全性の試験について、鉄道や虚偽があったため、アメリカで1978年には、グッドラボラトリープラクティスという、臨床試験における、 安全性の信頼性を確保するための基準が制定された。サリドマイドの危険性が確認された後、薬に対しての副作用、安全性、妊婦及び胎児への影響の研究や、疫学調査が行われ薬剤の胎児への成長に対する特異的作用が指摘されている。反面これらの特異的な作用のメカニズムが明らかになるに従い新たな薬効が発見されつつ、ある。 しかしながら、薬剤への認識不足により、目的外の使用での深刻な事故は少数ながら、その後も発生し、また、製剤の中には、共存異性体を持つものも多いため、これについても注意が払われるようになった。本剤の薬効の可能性にもかかわらず、妊婦への使用から生じた深刻な薬害からの、ヒューリスティックバイアスや患者団体からの薬害の原因となった。 恐ろしい薬を二度と使って欲しくないなの強い意見などから使用制限が通常の同様な危険な薬より安全面への配慮が大きくなっている。反面その薬剤への管理費用として薬価が異常に高額となるなどの問題が現在生じており、日本の保健診療でさえ薬を必要とするものには大きな負担になっている。1965年、イスラエルの医師が 偶然、ハンセン病患者に鎮痛剤としてサリドマイドを処方したところ、来性結節性後半の改善が見られたことを報告した。1998年には、アメリカ食品医薬品局 FDA が、ハンセン病の急性症状として、来性結節性抗反、後半、苦たらい反論あるいは、インデともユうの一時抑制薬として、 同時に副作用防止の登録性の管理システムの下で承認した。ハンセン病、雷病の患者が多いブラジルでも、再びサリドマイドが大性血節性後半、インド一時抑制薬として認可された。1989年に、がん患者の体力消耗や食欲不振の原因である主要エシンシアルファーの阻害作用が発見された。また1994年に、 サリドマイドには血管新生阻害作用があることが分かった。これは気形を発生させる原因となっている可能性がある一方、癌組織への毛細血管の成長を阻害するとの仮説から着目され抗がん作用について1999年に多発性骨髄腫、骨髄癌への臨床減が行われ効果が認められた。サリドマイドが気形を引き起こすのは 胎児の手足の末端の血管申請が阻害されて十分に成長しないためであると考えられている。現在ではこの仮説に着目して抗がん剤としての利用が試みられている。がん細胞は急速に分裂増殖時に通常行われない新たに血管を引いてきて栄養を補給しようとする血管申請作用をサリド窓で妨げることで がん細胞の増殖を抑えようという発想であった、実際のがん患者イコール骨髄腫瘍では、血管新生作用の阻害は不明で、疫学的には有用と判断された発生骨髄腫の治療では併用薬として、順治療になっているが、その作用基準の完全な解明までには至っていない。世界各国で抗がん剤として臨床試験を行っているが、単独での抗がん作用は低いものの他の、 抗がん剤との併用で効果をもたらしたり、ガン性の悪液質を改善する効果については、臨床試験で示されおり、生活の質、QOL の改善や延命への効果が期待されている。日本国内では、報道や海外での研究発表により、サリドマイドが、主に、ブラジルやイギリスから、個人輸入された。しかし、どれだけ輸入されたのか把握するのは難しく、放置しておけば、 再び被害が出ないとも限らないと危惧された。末期癌の患者らは自分たちの命をつなぎ止める薬として厚生労働省にサリドマイドを再承認するように求めたがサリドマイド被害者団体は承認する際に十分な審査と規制を設けるように要請し国が明確な責任を持つことを明らかにするまで再承認に反対すると表明した。2005年1月21日 厚生労働省薬事食品衛生審議会は藤本製薬による申請を受けてサリドマイドを希少疾病用医薬品に指定した藤本製薬は2005年8月からサリドマイドを多発性骨髄種の治療薬として治験を開始すると明らかにした同社は2006年6月30日に治験を終え8月8日厚生労働省に製造販売の承認申請を行った 申請を受けて、厚生労働省は安全管理方策について、サリドマイド被害の再発防止のための安全管理に関する検討会及び薬品等安全対策部会にいて検討を行い、2008年9月18日に以下の条件の下でサリドマイドの製造販売を再承認する方針を明らかにした。など。2008年10月3日、厚生労働省。 薬事、食品衛生審議会薬事分科会は、藤本製薬によるサリドマイド製剤の治療薬としての製造販売承認を可として差し支えないと、厚生労働大臣へ答申した。2008年10月16日、厚生労働省は多発性骨髄種の健康保険適用の治療薬としてサリドマイドの製造販売を承認した。しかし、 藤本製薬の発売する同薬は安全管理のためとして、サレドカプセル1 0 0 1条6570円の価格、同様の安全管理を行う英国の10倍程度となった。薬害防止への観点から、日本での使用では、サリドマイド製剤安全管理手順、サリドマイドエデュケーションリスクマネージメントシステム、ター m スの遵守が求められている。日本への個人輸入は、 医師の指示がない限り禁じられている。その他サリドマイドは様々な疾患への効果が研究されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。